横浜ベイスターズの来季監督は誰がいい？佐々木和弘。ついに大魔神に頼む時が来たか。横浜最後の大物や。こいつでダメならもう諦めがつく。ウマ娘とコラボやろな。近藤大好きやし行けるやろ。JRA とコラボして清原コーチ翔平。運は持ってるからな。佐々木の運に全てをかけたい。後輩の尻拭いするの嫌やろ。リリーフ出身監督は視野が狭いからやめてほしいわ。佐々木は現役時代からして指導する側には無関やろ。満を持して清司再登板や。メジャーを知るあの投手しかおらんやろ。鷹匠バッテリーコーチ。二日酔いで登板するやつがまとめられるんか？中日時代は落合森重がうるさくて好きにできなかったから、谷重にもう一度チャンスあげてや。ん？タレントの方が金稼げるんでやらないです。今年ダメならもうダメだったのになぜこんなことに。佐々木のインタビューだけ見たい。畜生発言できるやつにしてくれ。横浜って人気あるんだから大物選手を監督にしなくても観客動員数維持できるんでないの？新庄が監督やってるような時代なんで佐々木も余裕なんよな。最近解説で駒田見んけどどっかでコーチでもやってるんか？オーナーって球団に直接口出しできたりするんか？解説でイライラしてるやつが名将だった試しあるっけ？なんだかんだで迷宮会会員の監督ってハズレがないよな。大魔神もいけるだろう。優勝したいなら新井さんタイプか織中島監督タイプがトレンドなんでないの？ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。